ウイサゾロチです。さて今回はね、生姜焼き、ね、家庭でね結構やると思うんですけど、その生姜焼きを今日はねちょっとしてみたいかなと思います。柔らか生姜焼き、まずは材料、豚肉、これはね 100g です。そして玉ねぎは半玉、そしてはい、お酒、お酒これはね、30cc ですね。そして醤油が 20cc、 そして蜂蜜ね、蜂蜜、はい、これが 15g です。そして生姜、ニンニクということで、テロップはねここから出てると思います。じゃん、はい、先ほどの説明というかね、紹介があったと思うんですが、一応全部合わせて生姜と、よいしょ、これがニンニクですね。もうほんの少しです、ニンニクはね。これを混ぜます。蜂蜜はねちょっとね溶けにくいかとは思うんですけど、豚肉をね投入してで合わせたら大丈夫かなと思います。はい、とりあえずこういう形にして、あとは、はい、豚肉、これをよいせと、はい、投入して、そして玉ねぎ、この玉ねぎはねおろしで、はい、3分の1ぐらいですかね、半分の3分の1ぐらい、これをねすって、そしてこれをね、よいしょ、はい、このままね10分ぐらいつけておきます。じゃん、はい、それではですね、このねあと残った玉ねぎ、これは普通に はい、スライスしてください。じゃん、はい、あとはですね、このサラダ油、サラダ油を少し引いてもらって、よいしょと、はい、これですね、先ほどつけた10分ぐらい経ったやつですね、これを炒めていきます。はい、そして玉ねぎ、これをねもう一緒に入れちゃいましょう。はい、そして炒めていきます。はい、こんな感じで、そうですね、玉ねぎがちょっとね火が通ってきて、豚肉もねちょっと火がね通れば、まあ大体完成です。はい、こんな感じで完成です。じゃん、はい、こういう感じで、まあ盛り付けは各ね家庭でいろいろね、こういうサラダとかねしてもらったらいいかなと思います。はい、生姜焼き、柔らか生姜焼きの完成です。ぜひお試しください。